はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、マークタスに新しいタイプが登場。はい、皆さん国用のマークタスというね、あのラインマーカーをご存知でしょうか。はい、十分動画の方でね、昔紹介してます。まあそれがこちらになります。はい、まあこちらのサムネイルの方でね、紹介したやつです。ちょっとこれね、キャップがついてて特徴がわかんないんですけど、はい、後の方でね、あの実物を出してね、見ていただこうと思うんですけど、このね、キャップを取るとね、実は先っぽがね、2つに分かれてるっていう風な、そんな変わったね、ラインマーカーなんですよね。はい、しかもですね、まあ最近のこれカラーマーカーの特徴なんですけど、まあね、昔は蛍光ペンってね、言われてたりしてたペンが、まあ最近は結構落ち着いた色合いになってきたりしてるんですよね。もう極端な話ですね、もうサイドがゼロになったね、あの無彩色のね、グレーを含んでるような、まあそういう風なラインマーカーも最近流行りだったりもします。まあそのようなね、特徴も踏まえたような、まあこんな形のね、変わったやつが出たということで、まあ紹介したんですけど、はい、これにね、新しいタイプがこの度出たんですよね。という感じですね。まあ、その新しいタイプがどのような特徴かっていうのをね、まあ、この過去のやつと比較して、ちょっと表にね、まとめてみると、ちょっと面白いね、違いみたいなのも見えてきたんでね。まあ、今回はね、それをぜひ押さえていただいてね、気になる方は、ま、お店でね、購入の参考にしていただければなと思います。ということで、今回の動画もぜひ最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方をしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということでですね、まあ、今回ね、紹介するやつの前に、まあ、前回ね、先ほどサムネイルで出したやつを先に出しましょうか。はい、まあ、それがこちらになります。じゃーん。はい、これがですね、前回まあ自分が紹介した国用のマークタスのね、まあ、イエローのやつになるんですよね。これ他のカラーリングもあります。はい、でね、このね、先っぽのね、キャップをこれね、外してみるとね、はい、こんな感じでね、2つにこうやって分かれてるやつなんですよね。はい、面白いですよね、これ。はい、なんかね、まるでこれカブトムシのね、角みたいなね、はい、見た目をしておりますよね、これ。はい、というふうなね、こういうような特徴を持った、まあ、マークタスっていうやつです。まあ、若干ね、これ、まあ、先っぽ2つにこうやって分かれてるんでね、はい、太めになるのはちょっとわかるんですけど、はい、まあ、今回ね、これがどのようなやつがマークタスの新しいタイプが出たかと言いますと、はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、これがですね、この度、まあ、2020年の9月に新発売となったマークタスの新しいね、タイプのやつになります。でね、これのね、登場と同時に、これらが廃盤になるっていうわけではないようです。なんでまあ、並行してね、こういうふうに発売されるっていう感じですね。はい。まあ、それはですね、個人的にね、良かったなと思います。というのもですね、これね、ちょっとね、先ほどお見せしたようなね、同一方向になんか2つヘッドがついてるというのはね、もうすっごい奇抜なね。まあ自分結構ね、変わったペンが好きなんでね、これかなりね、好きなんですよね。はい。でもね、こちらのペンに関して、今回新しく出たやつに関しては、ちょっとね、その特徴が残念ながら薄れちゃう部分があるんですよね。まあピックアップしてこちらかをちょっとお見せするんですけど、はい。こちらから1個しかこれついてないんですよね。で、反対側に関してはこうやって細いやつのやつがついてます。まあね、こういう風なね、マーカーって結構ね、皆さん見るんじゃないかなと思うんで、はい、特徴はね、ちょっと奇抜さは薄れちゃったかなというのは、まあこういうところになります。またね、ちょっと気になるのがですね、このクリップがね、なくなっちゃったんですよね。はい。なんでね、もうこれ胸とかにね、刺して使う用途があった方はちょっとこれ注意が必要かなというところになります。ただね、ここのところにちょっと突起があるんですよね。はい、多分この突起はですね、転がりの防止だと思いますね。はい、まあ、コロコロってこういう風にコロコロって転がっていかずに、こういう風になんか止まるようにね、はい、ちゃんとなってます。はい、まあ、こういう風な工夫がちょっとなされてるやつです。で、まあ、反対方向でこういう風にキャップをポストすることもできるんですけど、ちょっとこのポストが、うん、そんなにしっかりカチッとはまるわけではない感じなんでね。はい、まあ、その辺は注意が必要かなと思います。でもですね、こういう風にね、ご覧いただくとね、はい、まあ、前回のこのマークタスとのこの親和性も高いですしね、非常にね、スタイリッシュでね、綺麗になってますよね。なんでね、まあ、筆箱紹介の中でね、まあ、一本蛍光ペン、かっこいいやつを合わせたいっていう方には非常に向いているやつなんじゃないかなと思います。ですね、これカラーリングはですね、まあ、今回の新しいやつも前回のこれに引き続き、5色展開になってます。でね、まあ、5本セットっていうのもね、売られたりしてるんですけど、まあ、その辺のね、細かいまとめ。はい、まあ、これね、まあ、パッと見でも結構似てたりするんですけどね。はい、まあ、このね、まとめっていうのはね、実は自分表の方にしたんでね、そちらをご覧いただきながら本日は
はその違いについて見ていただこうかなと思います。はい、ということでですね、今から表の方を出します。こちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね。はい、まあ、これがね、今回自分がまとめた表になります。じゃあちょっとね、5秒間ほどねスクショタイムを設けたいなと思います。いきますよ、よーいスタート。はい、まあ5秒経ったんですけどね、皆さんスクショの方はお取りになられましたかね。はい、ということでですね、まあ今回この表を見ながらね、この違いっていうのを見ていこうかなと思います。はい、まずはですね、このね左側と右側でこういう風にブロックを分けたんですよね。まあこうとこういう感じですね。はい、でね、前回ね紹介した、まあ発売になったやつがこちらです。で、一方このね2020年の9月に発売になったやつがこちら側になるんですよね。でね、ホームページの方を見ておりますと、はい、前のやつに関してはツートンカラーのマークタスっていう風にまあ表記がされてました。で、新しい方に関してはツーウェイカラーマーカーのマークタスという風な表記が書かれてた感じになります。でね、こちらの方がですね、まあ、2020年の2月発売なんで、まあ、2020-2っていう風に書いた感じになります。ただですね、こちらのペンに関してはですね、ちょっと先行販売がありまして、実は2019年の12月の12日から15日までね、まあ、3日間ほどにわたって開催された女子文具博においてね、はい、2019年の女子文具博において先行販売がなされたっていう経緯があるんですけど、まあ、その後、まあ、正式に出たのが、まあ、2020年の2月の12日あたりかな、はい、になる感じです。で、色に関してはですね、はい、まあ、これが代表して自分イエローの方を先ほど出したんですけど、はい、ピンク、ブルー、グリーン、パープル、イエローという風な感じであります。で、まあ、これがですね、2つにさらに分かれているんですよね。はい。まあ、それがですね、まあ、実物を出しますと、こちらになるんですよね。はい。まあ、キャップがね、より濃い方と薄い方みたいな感じなんですけど、これちょっとね、特徴がこういう風に、ここを見ると分かるんですけど、違いがあるんですよね。ですね、このグレープタイプっていうのが、この片っぽがグレーになったやつになります。で、カラータイプっていうやつが、なんか薄い黄色と濃い、まあ、普通の黄色かな。はい。の、このコンビネーションのやつなんですよね。はい。なんでね、薄いやつに関しては、この薄イエローっていう感じで、まあ、薄パープル、薄グリーン、薄ブルー、薄ピンクっていう感じでね、頭に薄っていうのをつけました。でですね、これ値段に関してはですね、あ、もうこれ先言っときますと、全部共通して、1本150円です。はい。でね、ちょっとね、このね、ペン自体にですね、なんかこういう風な表記がなんかこういう風に書いてあるんですよね。例えばこれ上のやつだと、これ目立たせカラープラス控えめカラーっていう風にね、書いてあるんですけど、まあ、それをここにピックアップして羅列して書いたような感じになります。はい。で、まあ、ちょっとね、これまあ、書いた感じを見ていくんですけど、はい、まあ、この薄ピンクとか、まあ、普通のピンクって書いてあるんですけど、このね、先っぽ見ただけではちょっとね、分かりにくいんですけど、はい、これとこれの違い、まあ、こんな感じですね。はい、こういう違いがあります。はい、まあ、薄いというか、なんかちょっと蛍光が、まあ、ちょっと違うような気もするんですけど、なんかちょっと薄めっちゃ薄めでね、はい、なんかこういう風な違いがあるっていう風な、この2色になってると思ってください。はい。で、一方この下のやつに関しては、あ、上がちょっと書かれちゃったかな。はい、まあ、こんな感じですね。はい、黄色に関してはこれとこれ同じですね。で、灰色に関してはこういう風な感じで、もう完全な無彩色系のグレーがこういう風に来てるような感じになります。はい、これがですね、このツートーンカラーのやつに関してですね。はい。でね、これね、目立たせカラープラス控えめカラーの方がこっち側になってるんですよね。で、目立たせカラープラス目隠しグレーってね、ここ書いてある、この目隠しっていうところをね、ちょっと皆さんにこの意味合いというか、まあ、活用例みたいなところでね、はい、お見せしたいなと思います。はい、まあ、それがね、どんなんかと言いますと、これ活用シーンはどちらかというとね、まあ、社会人になってからの方が多いと思うんですよね。まあ、それが例えばこちらになります。じゃん、まあ、仕事にもよったりするんですけどね、結構まあ営業とかね、事務とかになられた方は、こういうふうな請求書みたいなのをね、はい、まあ、業務とかで見たりとか、まあ、取り扱われる機会が多くなると思います。まあ、こんな感じでね、表になんかザーってこんな商品のなんかバーって
ね、あの項目が書いてあったり、まあ、値段が書いてあったり、もうこんなんがずらーっとね、なんかいろいろ扱われると思うんですけど、これをですね、また Excel になんか入力し直すとか、データベースに入力し直すっていう時にね、はい、この入力作業でどこまで引いたかなっていうのをね、あの定規で隠しながらとか、なんかいろいろペンで塗りながらとか、そういう風な作業をされると思うんですよね。まあ、その時にですね、なんかこの行だけ目立たせたいっていうことで、こういう風になんか引くとか、あ、ここはもういいやっていうことで、あ、ここは飛ばしてくださいね、みたいな感じで、こういう風にね、引いてみるとね、結構これでね、分かりやすかったりしますよね。まあ、こういう風なね、行においてこういう風に線を引くっていうのに、実はこれって向いている感じになります。で、まあ、社会人じゃなくても、例えば結構大学生の方とかでね、なんか実験とかする上でね、まあ被験者のデータみたいのがあって入力とか、まあいろいろチェックとかする上でも、これって実は向いてるかもしれないですね。はい。まあこういうようなね、用途があって、まあこの目立たせと目隠しっていう感じの、こういうようなコンセプトが非常にこの前回のやつは成り立ってたんですよね。はい。でも一方ですね、今回ね、新しく出たやつに関してはもう見た目の特徴も薄れましたし、こういうふうなね、ちょっと目隠しと目立たせっていう要素もちょっとね、薄くなっちゃったんじゃないかなっていうのは、ちょっと個人的に、ちょっと残念なところではあったりもしました。はい。でもですね、まあ、普通に考えてね、まあ、こういうふうなマーカーとしては結構優秀な機能を、まあ、持ってるかなと思いますし、デザイン的にもね、まあ、綺麗かなとも思うんでね。はい、まあ、一緒にね、持つんはいいかもですね。こっちが今回廃盤になってたら、これはちょっともう自分は残念だったってすごい言うんですけど、まあ、こちらでもね、廃盤にならずにね、こうやって並列してね、出たんで、まあ、その辺はいいかなと思います。じゃあちょっとね、特徴の方をね、見ていきましょうか。はい、目立たせカラープラス、はっきりメモっていう風にね、書かれてるやつが、はい、今回のこちら側になるんですよね。はい、キャップがね、これまた薄いとコインがあるんですけど、はい、薄い方です。はい、これがですね、まあ、色合いがどうかと言いますと、はい、まあ、これ、色合いは一緒ですね。はい。で、もう一個のね、この細い方なんですけど、こちらがですね、はい。ちょっともうオレンジに近いような、こんな黄色に関しては色になる感じなんですよね。はい。でね、まあこれがですね、まあ、でも表記に関してはね、イエローっていう風にね、書いてあったりしたんで、まあ今回は自分はちょっともう濃いイエローみたいな感じにしました。でもね、これ濃いイエローというよりかは、どちらかというとちょっともうオレンジ味に近いような、ちょっと色相までちょっと変わりがあるかな、みたいな、まあそういう風な色合いになってます。なんでこの辺もね、全部頭のセット後に濃いっていう風につけたんですけどね。はい、ちょっとまあ完全に濃いブルーかどうかとかね、完全に濃いピンクかどうかっていうのはちょっと保証ができない部分があるんですけどね。はい。まあ、こっち側はね、一方薄いに関してこっちが濃いになってるところをこれ注意してください。はい。というふうな、まあ、カラータイプのやつが、まあ、出た感じです。まあ、目立たせカラープラス、はっきりメモ。はい。まあ、こういうふうにラインマーカーでこういうふうにハイライトもしますし、横のところにちょこっと書き加えるにもいいよ、みたいな、はい。そういうふうなコンセプトで、まあ、紹介されてるやつになります。で、もう一個がですね、このグレータイプっていうやつなんですけどね、ここがね、注意が必要なんですよね。はい。こちらね、グレーになってたんですけど、こちら感に関してはね、これ色に関するちょっとなんちゃらグレーいう感じでね、ちょっとグレーでもね、色合いが違うグレーにどうやらなってるようなんですよね。でね、こちら、まあこれイエローの方なんですけど、こちらに関してはイエローグレーってなってるんですけど、若干この辺のね、なんかプラスチックの色も変えてる感じなんですよね。じゃあちょっと確認してみましょうか。はい。まあ、こっち側のね、イエローに関しては、まあ、この上でやったイエローと同じ色なんですよね。で、問題はですね、こっちのグレーなんですけど、はい。なんかね、パッと見ね、これと同じかなと思いきや、ちょっとちゃうんですよね。イエロー味がかかった、グレーになってます。こちらからはどっちかというとね、青色が混ざったような、なんかネズミ色みたいな色合いになってるんですけど、はい。まあ、それに対してちょっと黄色みが混じったような、こんな感じになってます。で、今回ですね、自分黄色以外にもね、実はですね、国用さんが最近ね、このような筆箱を出されたんですよね。まあ、それがこの、ピープっていうやつなんですけど、はい。まあ、このピープのピンクをね、自分買ったんで、じゃあちょっとピンクの方も買ってみようかなということで、このピンクの方も買ってみたんですよね。じゃあ、このピンクのね、方もちょっと見てみるんですけど、これ若干わかりますかね、灰色なんですけどピンク味がかってるんですよね。で、ちょっとこのねやつを引いてみるんですけど、お分かりですかね、若干これ灰色の中にピンク味がかってるのがお分かりかなと思います。はい。なんでですね、まあ、こちら側はね完全に全部
グレーになってるんですけど、こっち側に関してはね、ちょっと若干こういう風に、なんちゃらグレーっていう風になってるところをちょっと注意が必要かなと思います。で、ちなみにこっち側に関しては、目立たせカラープラス控えめメモっていう風に書かれてます。なんでね、細い方はもう完全にこれ両方見てもらって、もうメモに特化してるやつなんじゃないかなっていう感じになります。はい。まあ、こっち側に関しては両方ハイライトみたいな感じですね。はい。というふうな、こういうふうな違いがあります。あとはですね、他のね、違いっていうのがですね、はい。5本セットっていうやつがね、売られてるんですけど、はい。今回のやつに関しては、この両方とも5本セットがあります。ただですね、このね、ツートンカラーのやつですね。はい。なぜかですね、このグレータイプだけね、この5本セットがね、ないんですよね。なんでかな。はい。まあ、この辺がね、ちょっと気になるところです。でね、先ほどのね、自分請求書のこのなんかサンプルみたいなの、これ、入力が適当なんですけどね。はい。まあ、これ出しながら説明した感じで、このマークタスっていうこのペンを、まあ、人に紹介するなり、まあ、今自分もこうして動画で紹介するんですけど、こうやってなんかアピールする上では、このグレータイプっていうこの存在っていうのは非常に大事になってくるかなと思うんで、あえてこの中でも自分買いたいなと思うのはこれなんですよね。なんですけど、これにね、5本セットがないっていうのはね、なんか個人的にね、ちょっと、引っかかるところとか、なんかちょっと、もやっとするところですね。はい。なんですかね、なんでこれ5本セットないのかな。はい。というふうなね、ちょっと違いがある感じです。はい。あとはですね、まあそうですね。これ K がですね、まあ13、15から13に、なりました。はい。まあなったというか、まあ13のタイプが出たという感じかな。はい。まあ、一回り細くなったんですけど、この細くなったやつと、じゃあ、よく皆さんがね、やっぱりこれ持ってたり気にされてて、まあ、対抗馬としてね、まあ、気になるこのマイルドライナーですね。はい。ゼブラさんのマイルドライナーと、これどっちがね、太いのってね、思われるかもしれないんですけど、はい。結論から言いますとね、これね、マークタスの方が太くなります。ただ、この、マイルドライナーの方はね、このクリップの方がついてるんでね、この部分を加味すると、まあ、こっち側の方がスリムになるかなっていうふうな、まあ、ちょっとそういうふうな感じなんですよね。はい。じゃあ、ちょっとこれを使って見ていきましょうか。せっかくなんで。はい。まあ、こちらのね、方でちょっと厚みを見てみるんですけど、はい。マイルドライナーのこの軸に関しては 10.8 ぐらいなんですよね。で、このクリップを入れてしまうと、もっと、13. 点何ぼよりかは、まあ、太くなる感じになります。ただですね、こちらの方ですね。これ、なんか、この、転がり止めを含めても 13.4 ぐらいでこれ収まる感じです。ただボディに関しては 11. 何歩とかね。はい。はい、11. 何歩ぐらいになるんですね。はい、若干こっちの方が、まあ、こちらのマイルドライナーに比べてちょっと太いかなっていう感じです。ちょっと持ってみても、やっぱりこっちの方がちょこっとだけね、太いなっていう感じがしたりもします。ただね、持ってみてもなんか重さがすごい気になるっていうわけでも、まあ、ないですね。はい。まあ、極端に重いっていうわけでもないです。まあ、これに関しても、相当式のね、なんか二つ、なんか前についてて、こんな太っぽいような感じもするんですけど、これに関しても重さもそこまで、すごく重いっていうふうなペンではないです。はい。というふうな感じのね、まあ、違いがいろいろあるっていう感じですね。はい。まあ、もう一度ね、この表のところをね、ちょっとこういうふうに置いておくんで、はい。まあ、気になった方はね、もう今の段階とかでも、まあ、スクショしたり、まあ、静止とかしていただいて、まあ、ぜひ、購入の参考にしていただければなと思います。はい。ですね、まあ、自分はですね、結構推しのね、このイエローを買った感じですけど、はい、まあ、ピンクをね、買ってみてもいいかもです。まあ、ちょっとね、ピンクの方もね、これ出しますね。はい。まあ、ピンクはあとこれを買ったかな。はい。まあ、自分はこんな感じでピンクの方を買いました。まあ、これ買ったっていうのは先ほどもお見せしたんですけど、このピープっていうね。はい。こういうふうな、買いらしいね、このペンポが出たんですよね。はい。まあ、これもね、実は自分動画で紹介してます。それがこちらなんですよね。はい。よいしょっと。はい。まあ、こういうふうな感じのね、サムネにした方は、これの灰色のやつを出しました。これはブルーのやつもね、今出てる感じです。で、まあ、自分は灰色とこのピンクの方ね、こういうふうに買った感じです。まあ、気になった方はね、これの動画もね、先ほどお見せしたサムネイルのやつ、過去遡って見ていただければなと思います。はい。でもですね、個人的にはね、まあ、この流れをちょっとね、まあ今のところ廃盤にはなってないんですけど、ぜひこのままね、並行して、ずっと行ってほしいなっていう思いがあったりもします。まあ先ほどのペンポーチもね、結構変わったコンセプトのやつですし、あとはですね、黒曜さんね、こんな変わったね、ペンも出されてるんですよね。まあそれがこちらになります。じゃーん、はい、これで、ね、黒曜のミストラルっていうやつなんですけど、これなんと現行モデルで、なんかこんなボディをこういう風にね、はい、ペコペコこうやって折ってね、
はい、これ折って出すこのシャープペンシルなんですね。で、こちらはこれボールペンになります。はい、まあ、こんな感じでね、ボディをこうやってね、折るっていう風なね、はい、まあ、ボディノックの変わったやつもね、出されたりしてます。まあ、これも動画で、はい、こんな感じでミストラルっていうやつなんですけど、紹介してます。はい。まあ、こんな感じでですね、国用さん結構筆記具、まあ、昔に比べると結構あんまり、出してない感じですし、まあ、メインはね、まあ、ノートとか事務機とかなんかそのあたりなのかな。はい、な感じなんですけど、非常に個性的でね、こういう風な面白いペンとかも出されたりもするんで、皆さんぜひ、見てもらえるといいんじゃないかなと思います。あとはですね、最後にですね、このマークタスなんですけど、はい、これがですね、まあ、実は昔からちょっとあるようなやつなんですよね。はい、まあ、それがこちらになります。じゃん。はい。これとね、形がもう、ほとんど、この太い前出たやつはね、同じなんですよね。まあ、このカラーリングとか、あとはこのコンビの仕方とか、まあ、いろいろ、その辺を変えてるっていうやつなんですけど、実はね、昔このビートルチップっていうやつの、まあ、デュアルカラーっていうやつなんですけど、はい、これがですね、2014年の6月にこちらが出て、2015年の8月にこちらがの淡い色のやつが出たっていうふうな、実は流れになってて、その後で、まあ、2020年にこのマークタスが誕生したっていうふうな、こういうふうな流れになるんですよね。なんで、あまり新規性があるかと言われると、別にそういうわけではない、実は商品になるんですよね。で、さらにですね、このビートルチップってやつは、もっと細いやつのやつで、これが、まあ、2007年の国用のデザインアワードを受賞されて、その後、なんかいろいろ出た上で、このデュアルのね、はい、カラーのやつが出て、まあ、マークタスに至るっていうふうな、実はそういうふうな、歴史的な流れになったりする点になります。はい。まあ、というふうな感じなんですけど、このマークタスにね、はい、このビートルチップから、はい、なんか、ちょっとデザインとかね、このロゴとかもいろいろ、まあ、一新して、まあ、ゴロッと変えるっていう、これもね、一つのマーケティングのなんか戦略だったりするんですけど、はい、その戦略がね、うまいこと、まあ、成功したようで、まあ、こういうふうな新しいやつも出るっていうふうなね、こういうふうな流れにもなった感じです。まあ、個人的にはね、この先っぽのこの分かれ方がまるでカブトムシみたいなんで、このビートルチップっていう名前の方が、まあ、しっくりきますし、まあ、こっちの方がね、個人的には良かった感じもするんですけど、まあ、売れ行き的にはね、これがかなり、まあ、女子高生とかにも刺さったとこもあるのかな。はい、まあ、女性にも結構これね、人気のようですし、こんなペンとかのね、はい、ペンポとかにもこれ非常にあったりもするんでね、これ同じメーカーなんでめっちゃ親和性高いんですけどね、まあ、こういうのを入れていただいてもいいですし、もうついでに、ね、こうやって、はい、同社のね、このミストラルをこうやって入れていただいても非常に合うんじゃないかなとも思ったりするんでね、はい、まあ、こんな感じでね、もう皆さんそれぞれいろんな筆箱のコーデにね、このまあ1本ないし2本ないしね、まあ、こんなマークタスいろいろ入れていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあいろいろ喋ったんですけど、今回ですね、このマークタスのね、新しいこっちカーのバージョンがね、はい、出たっていう、まあ、紹介でした。はい、ということでね、まあ、今回の動画はこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったっていう方はぜひグッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。